こんにちは、マラさん。速稼塾の久保です。今回はですね、人生を変える目標の立て方というテーマだったと思うんですけども、動画をいただきました。で、この動画を見た後に、私もね、同じように、この同じテーマでね、ちょっと話してみようかと思いますので、ちょっと聞いてください。私はですね、実は39歳まで、非常にね、女性関係悪かったと言いますかね、私が悪かったんですけども、当時、39歳の時って私、5人の女性と同時に付き合ってたんですよね。その方たちっていうのは年代が、18から23ぐらいまでの方で5人なんですよ。で、こういう方と私が39歳の私がお付き合いしていて、まあ、ある女性にね、また新しく出会ったんですよ。この方が当時22歳だったんですけども、私はね、その22歳の女性と出会った時に、このきっかけはチャンスになるなと思って、その方とね、正式にお付き合いをすることにしたんですよね。そしてその時に取った行動っていうのが私の生涯初の行動でした。それはですね、その22歳の女性の目の前でお付き合いしていた5人の女性とですね、電話をかけてその場で別れたんですよ。その彼女が5人いたことをその彼女は知らなかったんですよ。22歳の彼女は知らなかったんですよね。でもいきなり私がね、あなたと真面目に付き合いたいんで、今ね、私は5人の女性と付き合ってる、これから全員と別れるからちょっとそこで聞いといてくれっていうふうに5人の女性と別れていったんですよ。で、この後、私がどういうふうな人生のきっかけをつかんだ、きっかけをね、チャンスにしたかというと、女性とは別れることができて、その人一人とお付き合いすることにしたんですよ。以来、私はですね、女性と二人っきりで食事に行ったり飲みに行ったりすることはありません。そして、もうお別れだと思いますけども、その22歳の女性が、数年後ですね、私の奥さんになっていて、今もこうやって同じ家に暮らしてるんですよね。で、私は人生を変えるきっかけをこういうふうに自分の経験から振り返って思ったんですけども、やっぱりね、やることを決めたらやらないことを決めてそれを実行していくのが先だなと思ったんですよ。で、私はですね、この女性と付き合おうと思った時に他の女性と付き合う選択肢を人生から排除したんですよね。で、それが今でも続いていて、かなりね、すごくスムーズで、楽になったかなというところでございます。まあ、ということでね、人生を変える目標を立てようと思ったら、今まで一回もやったことがないような重大な行動をしなければならないのかなと思うんですよ。そして同時にですね、やらないことを決めて、そのやらないことを実行しないといけないっていうふうにも私は考えました。これがですね、これが本当に実話です、これが。何回か、オフラインで話してたんですけど、YouTube で話すのは初めてですね。これ私の奥さんが見てるかもしれないんで、結構怖いんですよね。それから、一方的に振られた女性がもしかしたら見てるかもしれないんで、その時はね、すいませんでした。皆さんね、それぞれ若い時期の、まあ私とのお付き合い、本当にね、申し訳ないんですけども、今は幸せに暮らしていらっしゃることを願っております。で、今回、この動画で何が言いたいかというと、動画の作り方の、ちょっとまとめをね、させていただこうかと思うんですよ。非常に参考になるんで、ここが、すごくね、大事なところですから、聞いていただければと思います。まずはね、動画を作るときに、今回は人生を変える目標の立て方なんですけども、今まで自分はどんなきっかけをチャンスに変えたのかっていう、その経験をですね、話すこと。例えばこういうことが私あったんですって話すことが、まず一点重要なんですよね。そうすることによって、リアリティが出てくるんですよ。次なんですけども、その時に取った生涯初の行動は何なのかってことなんですよ。そうなんですよ。人生を変えることをする。人生を変える目標を立てるってことは、今まで一回もやらないような、それこそ自分の価値観や人生を変えるような行動を自分から起こしていかないといけないんですよね。これが2点目なんですよ。それを話すことなんですよ。で、3つ目なんですけども、その経験から学んだことは何かってことを話すことなんですよね。その経験から学んだことは何でしょうかってことを話すんですよ。で、最後まとめで、4点目はまとめになります。まとめではね、私の場合はよく、まとめに入りますと言って、一言、座右の銘みたいな言葉を残すことにしてるんですよ。それがですね、やることを決めたらやらないことを決めるってことなんですよ。今回はそういうエピソードでしたね。まあそういうふうな話で、大体3分ぐらいでまとまったですかね、これが。で、ちょっと早口で喋ると聞き取りやすいと思います。今回話したことはね、本当に真実でございますんで、嘘偽りないです。私、女性関係は非常にね、だらしなかったです、39歳まで。それで、バカな、本当ね、ことを繰り返しました。迷惑もかけましたしね、自分としても会社が潰れたのはそのせいではないかなと思っております。で、今は本当にね、そういう経験から、まっとうな人間になっていこうかなと思いますし、やっぱりね、浮気もビジネス、女性もビジネスも浮気はダメだなと思いました。本当にそう思っております。ちょっとね、話が全然ずれちゃいましたけども、今回ね、ゆとりライフの天野さんから、人生を変える目標の立て方ということで動画の方をいただきましたので、動画説明欄から見ていただいてですね、で、天野さんと私の動画とね、一緒にこういうふうに、いろんな
目標の立て方があるんだなというふうに見ていただければ幸いでございます。それではですね、今回の動画が天野さん、ゆとりライフの天野さん、他多くの方の参考になれば幸いでございます。次回もよろしくお願いします。